ハンチ君、ポンちゃん、おはよう。はい、また今日も仲良くしてます。はい。はい。ポンちゃん、さあ、ギターの練習だと思ったら、ここに、ジャン君。なんか、ジャン君もポンちゃんも、そーっと出てきて、撫で待ちポイントに来るよね、最近ね。ジャン君。さて、仕事はやらなければいけないんですけれども、ギターの練習もしましょう。決して息抜きではないですよ。これは鍛錬ですからね。別に毎息抜きで日もいいと思うけど。練習をして、苦しい思いをして、頑張っているっていうこと、あ、来た。みんな息抜きに来たのね。ギターを弾き始めたから。してるから、僕たちも来たよ。ぽんちゃんも来たよって。ね、ぽんちゃん。なんか、多分空気が変わるんじゃない？そう。ね、じゃんくん、ぽんちゃん。ジャン君。ジャン君、あ、かわいいジャン君。これは切るのどこやるんだっけ？右のもう一回押赤いせばといいこ。の？
じゃあ切りますね、ちゃんくん。夜です。なんかもうさ、最近さ、朝です、おはようとか、ご飯を食べてきましたとか、夜です、寝ますとかしか情報を流していません。ただただこの子たちが可愛いということをやっているだけですが、しょうがないね。ねえねえ、ちゃんくんとぽんちゃんが遊んでいますっていうところも入れてほしいよね。遊んでるとこあんまりカメラで撮れてないんですけど。遊ばしてくださいって。そういうことですか。そうです、カメラを置いて。明日もちょっと今日中にやりたかった仕事がこぼれたので明日も仕事なんですけど。じゃあ二人で遊んできます。なかなか進まないな、地味な仕事を。はい、お利口にゃん。はい、どうぞ。かわいいですね。はい、どうぞ、お食べください。はい、晩ご飯です。どうぞ。いいね、ジャン君、ポンちゃん、かわいく二人で待っとったね。急いで食べないようにね。特にジャン君早い。あ、もう食べ終わろうとしているよこの人。ポンちゃんの3倍ぐらい早いです。ゆっくり食べて、ジャン君。カリカリはいつものところにありますからね。早っ。ポンちゃん気をつけないと取られちゃうよ。あ、狙った。でもほとんど食べたね。まあね、いたね。ポンちゃん満足？満足ね。ジャン君は吐かないようにね。